怒りっぽい人は大概肝臓に来やすくなります。その腎臓の部分はじゃあどこで来るかっていうと、妬み、嫉妬、そねみが強い人。まずね、健康を考えるときに大概の人たちが勘違いしているのは、健康って4つの要素があるんですよ。まずは身体的健康で、精神的健康、社会的健康、あと霊的健康だって、この4つが複雑に絡み合ってて健康なんですよ。要するに例えば体が健康であっても精神が健康じゃなければ引っ張られるでしょ。でそこまでは多分見てる人たちも分かると思うんですよ。でも実は社会的健康ってあるの。例えば外に出たくないとか、人と関わりたくないとか、社会と交わるのが嫌だ、それってまあ僕らから見るとエネルギーが低くなってて、外に押し出していく力がないから社会にできれないってなるわけね。だからそれは逆に言うと社会的な部分で不健康ですよと。あともう一つは霊的なことを全く信じないとか、霊的なことに対することはもうなしと、こんなのは信じないと、唯物論なんて自分はっていう人もいるでしょ。そういう人も霊的な実は不健康、信じてない何も、要するに理解をしない、拒絶をする。例えば霊的なことに対していや調べるよとか、いやそれに対して疑問があるとか、それは間違ってるというのはこうだっていう人は別に健康なんです。それはそれで、そこに対する否定がないでしょ。4つの健康のうち、まあ、全体的に全部崩れてきたときに最後に3次元の現象として見やすいのが体なんですよ。だから肝臓が悪くなりましたね、なんでですか、いやお酒をいっぱい飲んだからじゃないってみんなが言うじゃない、じゃあそのお酒なんでそんな浴びるほど飲んだんですかっていうのは、身体的な健康がの以前に精神的な健康が病んでたからでしょっていう話にもなるじゃない。例えば分かりやすく言うと、でそれってじゃあなんでお酒を浴びるほど飲むほど精神が病んだんですかってなった時に、社会的な部分で外に出ていかない、人と交わらないから、どんどん自分が家にこもってってエネルギーが中で暴発をして、それが引き金になって浴びるほど飲んで、それ飲んだことによって肝臓が弱った。でも例えばそれはお酒、じゃあお酒で全部肝臓が悪くなるかって言うと、そういうことじゃなくて、基本的には怒りです。これね、端的に覚えてください。皆さん、怒りっぽい人は大概肝臓に来やすくなります。それの理由は今言ったみたいに、精神的健康が病んだとき、その怒りが増長したとき、人間の中にある精神が崩れたときに一方だけドンって上がるんですよ。例えば怒りっぽくなるとか、妬みやすくなるとか、そういうところの部分も病気なのね。要はどっかが下がったがためにボンと特化して上がってしまう、それ怒りが特化した人、そうやってまあエネルギーの暴走、もうバグった状態、コンピューターでいうとプログラムが壊れた状態なんですよ。でそれがあまり長く続くと、体のまあ五臓六腑といって、人間の体の中で精神とつながっているところがあります。それ五臓六腑って言います。その五臓六腑の中の肝臓に来やすい。じゃあ例えばじゃあ腎臓ってあるでしょ、もう一つ。その腎臓の部分はじゃあどこで来るかっていうと、妬み、嫉妬、そねみが強い人。まあ人間ってそれぞれみんな怒ったり妬んだりはしますよ、もちろん。でそれが普通に起きている場合は問題ないです。人間って例えば妬んでも、ああなんかちょっと自分良くなかったなって反省するようになってるんですよ。つまりちょっと上がっても下がるんですよ。怒り、妬み、そねみ、喜び、悲しみって感情があるでしょ。それがうまくこういうふうに上がったり下がったりして揺れてる状態が精神状態としては普通です。でバランスよく揺れてるとエネルギーの量がありますから、そのバランスよく揺れてる分だけボンって1個だけ特化しないじゃないですか。これが怒りっぽい人っていうのは、逆に言うとどこかの感情が無になって怒りの方だけに全部エネルギーがいってしまってる、もしくは全ての感情の状態にうまくエネルギーがいかなくてそこだけいってしまう、それがいわゆる
精神的部分での病気、うん、怒りは肝臓だった、妬みとかそねみは心臓だった。他にもあるね、人間の感情って心配しやすい人、もう常に心配してる、もう先のことばっかり考えすぎて、そうして何がじゃあ体に起きるかというと、今度は心臓です。心臓のその病気をしやすい。あとはその心配を超えて、なんていうのかな、こう考えすぎる人っていうでしょ、それは脳に来たり胃に来たりします。まあ、このように体と実は精神ってつながってます。うん、確かにそう言われたら分かりやすいね。よく私はちょっとむくみやすいんだよねとかっていう、まあ女性の方ってみんなむくみやすい人多いじゃないですか。うん、で常にむくんじゃう人とか常に腎臓が弱い人っていうのは、もしかしたらその精神的部分で人よりも妬む部分とかね、人のことが気になっちゃうってことがあるかもしれませんよ。そういうところをねチェックしていくことが大事なんですよ。だからそういうのも含めてね、大きな部分で言うと4つの要素が絡み合って病気をするんですよ。でもこれって実は4つ重なってるってことは、どっか1つの部分を治していくと他も治りやすいっていう、全部つながってるから、つながってるから、うん、そういうことなの。だから精神が病むと体を鍛えるといいって言うじゃないですか。あ、なんかよく言いますよね。うん、それってやっぱりアスリートの人とかスポーツマンの方とかは、うん、無意識に分かってるんですよ、つながってることが。あ、なるほど。でじゃあそれ科学的にどうなのっていう人たちもやっぱりいるでしょ、うん、それっていうのはもう魂的な霊的なことを信じない人たち。でそういう人たちは最初からそれを信じないから、あ、精神と体肉体別でしょと。それはにあの医学的に言えば、西洋医学で言えば肉体の病気はこれで起きるから、うん、精神の病気はこれで起きるからっていうふうに分けちゃうじゃないですか、うん、でも本当はつながってるんですよ。例えばね、日に浴びる、はいはい、日の光を浴びることによって何が起きるかというと、セロトニンがたくさん脳から出るんですよ。で僕はこのセロトニンという物質は前からものすごく興味があったの。というのはセッションにいらっしゃる方々がね、お客様が大概処方される薬なんですよ、精神的に参ってる人たちが。でセロトニンを飲むとどんな風に変わるのっていうと、一瞬時に変わると、瞬時に元気になるよっていうふうに言うもんだから、薬ってそんな対症療法でやって瞬時に良くなるっていうのは、ある意味効果がある分だけ悪くも良くもなるから大変じゃないのって話をしたら、いやセロトニンは万能なんだってみんな言うんですよ。まあ多分お医者さんが言ってるんですね。で僕自身じゃあセロトニンって何だろうと思って調べてみると、まあ太陽を浴びれば普通にまあ出てくる物質、もっと言ってしまえばビタミン D なんですよ実は。まあビタミン D を飲むと、まあ中でセロトニン作るわけですよ、早い話がね。だからじゃあそれってどうなんだろうと思って自分なりに検証しようと思って、いろんなビタミン D を僕飲んでみたんですよ。あるビタミン D、あるメーカーのそのセロトニンを飲むと瞬時に変わります。僕毎日今2錠飲んでるんですよ。すごくあのいいサプリメントなんですけども、別にお勧めしたわけじゃないですよ。落ち込まなくなりましたね、気分のダウンがなくなりました。僕どちらかというとね、ダウンする方なんですよ。なぜかというと、どんと明るくなる人だから。覚えててくださいね、こう直線があってね、感情の幅が、喜びが6いく人は悲しみ6いくんですよ。こういうふうにバランスよくできてるのね。で僕これ飲んでみて思ったのは、まず落ち込まなくなります。で逆に喜びすぎなくなるんですよ。やっぱり落ち込まなくなるから、喜びすぎなくなることって良くないんじゃないと思ってたの。違うね、長く続く幸せな気持ちが一瞬大きくなる、一瞬バンと大きくなる人だったの、うんうん、落ち込まなくなった分逆に安定した状態、柔らかなあの陽っていうんですか、そういう状態が続いてる、うん、でそこからね気にするになって、じゃあ日を浴びようと。もちろんそれ今ビタミンの力を試してみたわけじゃないですか。次は日を浴びてみようと思って、朝から起きないとダメな状況を自分で作ってサイクルを変えたんですよ。だいぶなくなりましたね。多分ね、本当にちょっとオーバーな話じゃないですけど、100ぐらい1週間のうちで怒りが出てたとしたら3もないと思いますよ。でそれって体に薬を入れたから精神が変わったわけじゃないですか。持っててしまえば体に太陽を浴びたから精神が変わっていくじゃないですか。このように2つだけ、今4つのうちの2つだけを混合させただけでも
変わります。これすごいことです。このように体の中にの状況で出ている、例えば具合が悪くなりやすいとか、それこそ肝臓病になっちゃいました、腎臓病になっちゃいましたっていうふうな症状が出ていたとしても、起こりやすいから肝臓に来てるんだというふうにじゃあ認識したとするならば、怒りを抑えてみようと、怒んないようにしようと、人の前で言わないにしても心の中でも怒る回路を捨ててみよう。これね、今後僕いろんな場面で言ってきますけど、この回路を壊すってとても大事なんですね。怒っちゃう人って怒る回路を持ってるんですよ。何が起きても、なんでお前がこんなことすんだとかね、この野郎っていうふうに全部スイッチが入るようになってます。人間の脳って面白いもので、一回そういう回路を作っちゃうと自然に自動運転するようになってるでしょ。心臓も肝臓も臓器も全部自動運転なんですよ。その自動運転のプログラムが怒りが組み込まれていて、何か自分の中に外的に自分の精神状態に嫌なことが起きたら怒るっていう回路を作っちゃってるだけなんですよ。でそれをね、性格だって前に言われると治らないものだと思ってるじゃないですか。治る治らない以前にこれプログラムです。だからその怒らないっていうプログラムを作ることが大事で、僕は自分の中でプログラムを作っちゃいました。とても簡単ですよ。何が起きても私は怒らない。なぜならば自分自身が引き起こしている問題であるし、その問題に対して人が介在して、例えば誰かと揉めました、相手が4割こっちが6割っていうふうに考えるのが怒る人なんですよ。皆さんよく考えて、その問題って、怒ったことは別にして問題が起きたから怒ってるわけですよね。その問題を解決しようとした時に相手に問題持ってったら相手は反省しないし考えてくれないから、いつまでも問題は解決しないんですよ。僕はこう考えたんですよ。人がどうのこうの、相手を許そうとか相手のことをこう救おうとかね、人に優しくなろうとか以前に問題を解決したいと思った。問題に振り回されるのが嫌だと。そしたら徹底的に考えた結果、なんだ相手に問題を持っていかなくて全部自分が悪いと思っておけば全部自分で解決できますよね、長い時間かけて。そうするとね、怒らないですよね。だって相手に問題があると思うから怒るわけだから。というようにプログラムを自分の中で変えていく作業をしていくと、あとは怒らなくなります。あとはもっと言ってしまえば、その妬みもそうだしね、なんで自分はそうなのっていうところからみんな来ることなので、そういうところも含めてやっぱり人は人、自分は自分で、自分の問題は自分でしか解決できないし、人がどう見てようと自分がどう満足して生きていくかっていうふうに全部自分の方に持っていきつつも、やっぱ社会的な健康も重要だし、今言ってる話を全部理解する上でも霊的健康っていうのは必要だから、4つを勉強していくようにしましょう。